した。行きましょう。スリルって言ったら激辛だから。よし、行こう。スリルスリルって言ってるんでね、ここはもう激辛食べきってスリルを味わってもらえればなと。とりあえず挑戦だけはします。はい、林さん味はどうします？カレーの種類は。正直トッピングを食べれる余裕ないと思うんで流し込む作戦でいこうか。ほう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 。今回挑戦するのはポークですか？ポークカレー。お腹減ってるし、大盛りにしようかな。いや、やさ、それはダメでしょ、やさ。そんな今、お腹空いた状態、あ、これいける可能性出てきたね、なんか。これが、辛さ、甘口から6から10、10までですね。俺の10。見てほしいんですけど。何？これまずいね。今まで5辛を完食した方に限らせていただきます。林さん、あります。あるんだ。林さん、ここから挑戦したことあるんだ。食でしょ。じゃあ結構辛いの好きなんだね、もともとが。実は。っていうことで、この T シャツにしてきてます。いや、よくわかんないですけど。カレーっぽいでしょ。いや、それは辛さ食べたことあるかどうか関係ないですけど。より信憑性を。なるほど。あ、僕、ポークカレーが10からね、10。以上でよろしいですか？はい、かしこまりました。少々お待ちくださいませ。林さん、注文したね。注文したからには完食します。はい、これ完食すればもう浮気とかもうそんなこと思わない男になれると思います。究極のスリルだからね。食べたら分かりますから。なんか楽しみになってきたぞ。マジで。林さん、10から来ました。唾が止まりません。正直自分の中で作戦あるんだ。あ、そうなんだ。舌の上に乗せるともう無理だと思うんで、はい、もう一気に流し込む。なるほど。っていう風で、もうこうちょっともう混ぜて。あ、もうその段階でね。なるほどなるほど。混ぜます。あ、これかなり確率上がってるよ今。でもいかにも普通のカレーですっていう感じで食べる。ははは。いや、下に乗せて思いっきり。乗せてないんかこれ。乗せてますよ。今普通に下に乗せるとか言ってた。なるほどね、最初で稼ぐんだ。だから下が壊れる前にちょっと稼いでんだこの人。勢いを最初の。あ、でもいけそうだね、なんか。え、だってもう本当にこれいっちゃうよ。じゃあ噛んでるけど。下の上に乗せてる。なんで作戦は何やったの？下の上にさ乗せてないよ。あ、乗せてないんだ。下に乗せて乗せてません。彼女さん応援してあげて。これがスリルのね、挑戦だから。水飲むと余計に。こんな喋り方でした。林さん、もうだってちょっといいえ、いや普通なんか辛いもん食べるとホットホットになるけど、口の中が涼しいです。いやでもこれいくわ。左手が潰れてきた。なんで左手？なんか左手が潰れてる。なんで左手？白い
いや真っ黒だけど真っ黒だけど汗でも。だいたいここまで翔さん突き動かしてる。いやもうこれいくよ林さん。やばいこれが食べれん。え？あとちょっとなのに一気に来たね。でも食べれんこれが。これが？これが食べれんぞ。マジで両手がしびれる。両手がしびれてきました。左からやったんやね。やっぱり僕のマウが何何口の周り感覚がない。いやこれでも林さんもうすごいすごい。うわ、いった、すごい林さん完食。あ、ここで水、初めての水だ。水飲んだ方が良かったな。え？そうなんだ。作戦ことごとく一気に顔忘れた。水で正直すぐが始まりました。林さん見てこれ、隣見て、ずっと仰いでくれてる彼女さん、水もね、汲んでくれた。僕がね、言いたかったのこれなのよ。正直今までこんなことなかった。僕がね、スリルスリルって言ってたの、実は本当の彼女のありがたみをね、知ってほしいっていうことで今回、激辛に林さんをお招きしたわけよ。分かってもらえました。はい。もう今にあって辛さを感じています。いやいやいや違う違う感想違うから。今にあって本当にカレーの辛さを感じています。そうだよね。そうカレーの辛さと後になって対比してこの彼女のね甘さ優しさ、あの辛さしかねえ。ほらこれね、バニラアイスも心配して頼んでくれてたよ途中で。しかもそこそこ硬いよそのアイス。今にあって甘さ感じ。あ優しさもバニラの優しさバニラの方。辛いとは思った。これもうなんか血の気がいい。マジ無理。林さんこれ勝因は速さやねやっぱ。じゃあ次の劇からちょっと時間かけてやろう。鍋だね。鍋をちょっと熱いのでゆっくりかけて時間かけて辛さをもうちょっと味わおう。確かになんか次はちょっと感覚上げさせてくれ。